エドモンド・モレルエドモンド・モレルは、イギリスの技術者で、イギリス植民地で、鉄道建設に携わり、明治政府にも、鉄道技術主任として雇用され、日本の鉄道の礎を築いた。エドモンド・モレルは1840年11月17日に、イギリス、ロンドンのピカデリー、ノッティングヒルにおいて生まれた。キングスカレッジ・スクール及びキングスカレッジ、ロンドンにおいて学んだ。 オーストラリアのメルボルンにおいて土木技術者として8ヶ月、続いてニュージーランドのオタゴ地方の自治体で技術者として5ヶ月、ウェリントン地方の自治体の主任技師として7ヶ月、働いた。1865年5月にイギリス土木学会の巡回員に推薦され入会している。この間、 1862年2月4日にロンドンにおいてハリエット・ワインダーと結婚している。モレルは1866年1月から北ボルネオにあるラブアン島において石炭輸送用の鉄道建設に当たった。モレルがラブアン島にいつ頃まで滞在していたのかはわかっていない。日本での鉄道導入に際して 外債の発行を依頼されたホレーショネル・ソンレイと1870年2月21日に、正論党のガレにおいて会談し、日本へ赴もいて、鉄道建設の指導をすることになった。日本には夫人を連れて赴任している。1870年4月9日に、横浜港に到着した。イギリス講師、ハリー・パークスの推薦があり、その職務への忠実性も評価されたモレルは、 建築市長に任命された。モレルを補佐する副主任は、ジョン・ダイアック、チャールズ・シェパード、ジョン・イングランドの3人が就任した。その他、建築や測量の技師が多数来日した。モレルは、早速5月28日に、民部大倉所有権会計関係判事であった、伊藤博文に、近代産業と人材育成の機関作成を趣旨とする意見書を、 提出しているまた民部、大倉大輔の大熊重信と相談の上、日本の鉄道の基下、mm、の1 0 6 7トルの狂気に定めている。さらに、森林資源の豊富な日本では木材を使った方が良いと、当初イギリス製の鉄製のものを使用する予定だった枕木を国産の木製に変更するなど、日本の実情に即した提案を行い、 外貨の節約や国内産業の育成に貢献することになった。こうしたことから日本の鉄道の恩人と称えられている。しかし日本到着時にはすでに肺を患っていたというモレルは1871年休職してインドへの天地療養を願い出る。政府はモレルの功績に応じて5000円の療養費を与え願い出を許可したが 日本の鉄道の開業を目前にして結核により、1871年11月5日、横浜において、満30歳で没した。そのおよそ12時間後の11月6日、ハリエット夫人も神経、または呼吸器系の急性疾患で、満25歳で亡くなっている。モレルの医師は、副主任のジョンダイアックラに受け継がれ、1872年に、日本の鉄道は、 開業、1877年には、大阪に、鉄道技師を養成する、抗議制養成所が設置された。エドモンド・モレルの墓桜木町駅近くにはモレルを、記念した、モレルの日が、鉄道発祥記念碑とともに設置されている。横浜市の横浜外国人墓地内にあるモレルの墓所は、1962年に、鉄道記念物に指定された。墓石の脇には、 梅が植えられ、夫婦愛を称えるため、連理の梅と呼ばれたが、関東大震災の際に荒廃した。国鉄時代に新たに梅が植えられ、2009年3月にも一本植樹された。また、1992年10月16日には、鉄道開業120周年を記念して、JR 東日本東京地域本社によって、墓石の前に、 青銅製のレリーフが設置された。モレルと同じく外国人墓地に設けられたジョンダイヤックなど数名の墓についても、純鉄道記念物に指定されている。モレルの経歴に関しては、様々な誤解がルフされている。青年については1841年説があったが、出生証明書などにより1840年、生まれであることが確認されている。また、 ラブアン島をボルネオではなくオーストラリアの島であると誤解したもの、正論島で例とあって日本赴任を決めたのを誤解して、正論島で鉄道建設に従事していたというものなどもある。同じように広く流布している説としては、モレルの夫人は日本人であるというものがある。大熊重信夫人のあやこつきの駒使いのキノという女性と結婚したという説が、 誠しやかにルフされているが、元は小説家の創作に由来するものと考えられている。結婚証明書や日本と工事の選挙名簿などから、イギリスにおいてすでにハリエット夫人と結婚しており、日本へ同伴していることが判明している。ありがとうございます。